関西電力は去年12月までの2年間で従業員に対しおよそ17億円の残業代を支払っていなかったと発表しました。関西電力は去年12月、本店の従業員6人に対し、時間外労働の賃金未払いがあったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けました。これを受け、全従業員およそ2万2000人に調査を行った結果、去年の年末までの2年間で、半数以上の従業員に対し、残業代や深夜手当など、総額およそ17億円を支払っていなかったことが分かりました。関西電力は働き方改革と健康経営に不退転の決意で取り組むとコメントし、未払い分については来月の給与支給日に精算するとしています。